ほっす。はい、皆さんこんにちは。たけし文学と申します。今日はね、これ後ろにね、リングがありますけどね、実はね、これね、椿リングスさんというね、ところに、ね、来ています。で、ね、4月30日にね、僕が上げたね、チャンピオンベルトの動画がね、大変好評でした。で、ね、まだ見ていない方はね、概要欄に、ね、URL を貼っておきますのでね、ぜひね、そちらをご覧ください。で、ね、その動画でね、一本一本ね、詳しく紹介してくれというね、コメントをね、いただいたので、まあ、こう何回かに分けてね、紹介していきたいと思います。でね、そのベルトをね、巻いた選手のね、思い出話とかね、あとね、オタクトークでね、その選手の必殺技、またね、夢の対戦カードなどね、熱く語っていきます。最後にね、選手のテーマ曲クイズもありますのでね、ぜひぜひ最後までご覧いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではね、コメントでもね、あったんですけども、このね、もっとね、近くでね、こうアップで見たいというのがありましたのでね、この初代のね、IWGP ヘビー級ベルトの紹介をしていきます。これはサイドプレートが3つありますね。そしてこれが真ん中センタープレートですね。初代のね、ベルトのデザインの特徴は何といってもこの丸型ですね。丸い形のデザインです。なんかですね、ボクシングのね、チャンピオンベルトにも似てますよね、この丸型ってね。まあね、非常にシンプルなデザインっていうのかな。まあ小柄なデザインなんですけどもね。うん、でもね、この初代のベルトがね、好きっていう、ね、方もたくさんいます。さてね、今度はね、この今ね、僕思ってますけどね、この初代のね、IWGP ヘビー級の、ね、ベルトについてちょっと語っていきたいと思います。まあね、皆さんね、この初代ベルトをね、巻いた選手でね、一番印象に残ってる、ね、選手ってね、誰がいます？やっぱりね、初代チャンピオンだったアントニオ猪木、ね、あとやっぱりこう藤波辰爾、長州力、まあ、そこら辺をね、挙げる人がね、多いと思いますね。でもね、僕がね、一番この初代ベルトを巻いた選手でね、印象に残ってるのは、ね、実は、ね、武藤敬司です。まあ、武藤敬司もね、IWGP のベルト何回とか巻いてるんですけどもね、この一番印象に残ってるのがね、95年ですね、東京ドームでね、戦った新日本プロレス対 UWF インターナショナル、まあ、新日対 U インターですね、この、ね、対抗戦っていうのが、ね、当時あったんですね。まあ、全面対抗戦っていうのがありまして、それの対象戦、メインイベントで戦ったのが、当時この IWGP ヘビー級チャンピオンだった武藤敬司対、まあ、U インターのね、総大将だった高田信彦。このね、シングルマッチっていうのが行われたんです。これね、下馬評ではね、高田の方が有利って言われてました。で、僕も正直高田の方がね、強いって思ってました。で、ところがね、いざ、蓋を開けたらですね、もうこれがもう歴史に残るもう名勝負だったんですね。東京ドームにね、確か7万人ぐらい入ったのかな。僕もね、テレビで見せたんですけども、その時ね、武藤がね、高田に勝ったんですよ。で、しかもね、何で勝ったかね、皆さん覚えてます？で、覚えてる方はもうわかると思いますけど、ね、知らない方ね、なんで勝ったんだろう。まあ、武藤の代名詞というとムーンサルトとかあるんでね、まあ、ムーンサルトでカウント3入って勝ったと思うかというと、実はですね、武藤が勝ったのってドラゴンスクリューから足運の字固めを決めて高田がね、ギブアップしたんです。これね、でも、まあ、今ね、足運の字固めって結構ポピュラーな技になっちゃってますけどね、非常にね、クラシックな技だったんですね。でね、僕なんかの世代から言うと、足の4の字っていうとね、4の字型なんですね、通称ね。これはね、デストロイヤーですね。ザ・デストロイヤー、あの覆面レスラーの。デストロイヤーがその昔ね、力道山と戦って、その時に出した技なんですよ。なんでね、非常に古い技。なんでこんな技を今時出すのかなと思って、でしかもそれでギブアップを取るっていうね。ちょっとびっくりしたんですよ。こんな技と思って。でも、会場はブーイングじゃなくて大声援だったんです。うわーって盛り上がって、かっこいいと思って。で、そっからですかね、ドラゴンスクリューから足4の字固めっていうのはもう定番の技になりました、ね。で、今でもね、使う選手いっぱいいます。で、その時の名勝負がその技だったんでね。で、それで勝って武藤がまたこのベルトをね、再び防衛して巻いた。っていうんで、僕はこの初代のベルトのイメージっていうと、そのね、武藤敬司の、ね、イメージが非常に強いです。でね、武藤敬司っていうとね、実はつい最近なんですけどもね、引退をね、発表しました。まあ、武藤はね、生涯現役ってことを言ってたんですけどもね、やっぱりいろいろ怪我とかがあって、まあもう戦うことが難しくなったと
ですね、来年2023年の春に引退をするということになりました。でやっぱり、ね、武藤敬司ファンって、ね、たくさんいると思います。武藤はね、昔からね、ジーニアスって言われたんです。天才って言われた選手だったんですけどもね。でね、武藤敬司の、ね、必殺技、これね、皆さんね、何をね、思い浮かべますかね、好きな技。まあ、さっきも言ったんですけど、一番の代名詞はムーンサルトですね。トップロープで上がって、後ろ向きで上がって宙返りしたっていうね。さあ、武藤はあれをやりすぎて膝を痛めて、両膝には手術としてね、人工関節を入れて、まあ、封印してしまったんですけどもね。まあ、あとはそうですね、こうフラッシングエルボーって技があります。普通のエルボードロップじゃなくて、こう、くるくるくるって、バーンって。非常に新日本プロレス時代です。髪の毛が長くて、オレンジのショートタイツを履いていました。で、その後、髪の毛をスキンヘッドにして、ひげ生やして、ロングタイツになるんですね。そこからできた技が、もう代名詞になってる、ね、シャイニングウィザードっていう技です。まあ、あれはね、膝に負担がかからないようにできた技なんですけどもね。まあ、あとは、低空ドロップキックってなります。普通ドロップキックって相手の顔面を狙うんですけども、低空で膝を狙うんですよ。これもね、武藤敬司の、まあ、代表的な技。まあ、他にもね、いっぱいありますけどもね。でね、僕がね、一番好きな武藤敬司の技、フラッシングエルボーって技。これね、かっこいいんですよ。ほんとかっこよくてね、あんまりね、使ってる選手いないんじゃないかな。ちょっとあれはね、真似できそうで意外とできない技。うん、そんな難しくはないと思います。僕でもやろうと思えばできるんですけども、とにかくかっこいいんですね。見せる。うん、やっぱり見せるプロレスっていう意味では、本当に武藤敬司ってのは、ね、天才だと、僕は、思いますね。はい。じゃあ今度はここでね、夢のね、対戦カードっていうのをね、ちょっとね、僕はね、語ってみたいと思います。武藤敬司の夢の対戦カード。もういろんな選手と対戦してますけどもね、まだ対戦してない選手で、武藤対この選手が戦ったら面白いんじゃないかなっていうのがね、あります。でね、僕はね、一番思うのはね、まあもう絶対無理なんですけどもね、全日本プロレスで、ね、ジャンボ鶴田。もう鶴田も亡くなってしまいましたけどもね、まだ新日本プロレス時代ですね。髪の毛があって、オレンジのショートタイツ。時代の武藤敬司対、それこそ全盛期のジャンボ鶴田。このね、対戦見たいですね。これはね、面白いと思いますよ。さっき言ったね、ムーンサルトとかね、技もあるし、まあ、ジャンボ鶴田って言ったら、ね、ジャンピングニーパッドとかね、綺麗なジャーマンとかね、ジャンボ鶴田のドロップキックとかあるんですけどね、この二人がやり合ったらね、どっちが勝つんだろうなって、僕はね、武藤対ジャンボ鶴田の対戦が、ね、一番、ね、見たいです。視聴者の皆さんでね、武藤敬司の、ね、夢の対戦カード、ね、武藤敬司対誰々の試合が、俺自分だったらこういうのが見たいよっていう意見があったらね、ぜひね、あのコメント欄の方にね、書いてください。さて、最後にね、プロレスの、ね、テーマ曲クイズを、ね、やりたいと思います。ここでね、ある選手のテーマ曲の、ね、イントロ当てクイズをやります。さてね、今から流れる曲ですね。テーマ曲は一体誰の入場曲なんでしょうか？正解はね、次回のね、プロレス動画でね、発表しますのでね、お楽しみにしていてください。で、それではね、この動画がね、面白いと思ったらね、ぜひね、チャンネル登録、高評価していただけるとね、僕が喜びますのでね、よろしくお願いいたしますね。本日もね、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。